はいどうもそらです。ということで今回は環境トップソンパ使って PVP やっていこうと思います。なんでソンパなのか、理由は簡単です。冷凍サボりすぎましたということでね、ちょっとね、冷凍ね、がっつり上げないといけないのでね、環境トップのね、ソンパを使ってね、ちょっとサクサクと今回は冷凍を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは早速試合の方移りますが、よければチャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それでは、どうぞ。はい、当たりました。お相手、スーパーサイヤですね。よっしゃー。当たりたかったパーティーなので、じゃあ、ちょっと選出からしっかり考えていきましょうか。まずバダは 100% 来るので、そこは対策したい。で、相手紫弱いから、スーパー火曜剣ありですね。で、スーパーゴジタ絶対来そうだと思うので、バカ野郎。で、あとは、緑あたりかな。うん、という感じで選出していきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。バダからですね、これいきなり打ってみようか。お、相手もいきなり打ってくる。勝ち合いまくる。おっと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 。痛い痛い。よし。こっからじゃあしっかりね逆転できるようにしようってやったらね、早速ねちょっとね危うかったけど、それで繋がったんで、そのままじゃあぶん殴っていきましょう。よし、いくぜいくぜ。というか相手あれですね、結局スーパーベジットが来たんですね。てっきり覚醒1だけどブロリーの方は来るかなと思ったんですけど、これ何このぴょんぴょん。そしてコンボがなんか外れていた。とりあえずじゃあ下がりましょうか。このぴょんぴょん癖はあれですね、うん、うまいこと釣りたいな。うっそでしょ、マジか。とりあえずね、脳死射撃選ぶのは適当圧。当てれない、やばい。ちょっとね、なんか僕も完全に釣られてましたが、結構ね、ぴょん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 されてる方だったので、これね、遠距離にいるとき単発機弾とかやつって、そこで圧取っていけるように狙っていきたいですね。といったら早速やられていく。これやばいな、究極まで来るかな、打ってくるか。まあでもとりあえず落ちはしないだろうなので、ほんとほんとスーパーサイヤ人のあのバフかかってやばいことになってない？大丈夫か。お、ギリギリ。じゃあもう近接で見てみる。うん、相手なんか打とうとしてた。で射撃打ってみる。入る。よし、これは悪くないですね。とりあえずじゃあバダー落としちゃいますか。わかんない、チェンジしてくるかもしれませんが。おお、特殊が2枚。とりあえずね、唾液にしておきましょう。これ落とせたらとりあえずは、相性有利から始まるんで、バカ野郎に酔わせながらちょっとね、うまいこと遠距離から単発機弾とかやつってコンボ取るみたいな、そういう流れが通りたいと思ったら打ってきた。おうおうおうお、めっちゃぶっぱしてくる。じゃあバカ野郎しましょう。これ自力じゃないですかね。うん、ですよね。チェンジして、やばい、タックル入っていく。まあとりあえずでもね、これは落ちないんで、その後ね、アーツしっかり取って、で究極までつなげてで勝ちましょう。ほい、よし。これ究極いらなそうですね。うん、これつなげてでは終わりですね。対戦ありがとうございました。はい、当たりました。お相手もソンパ、ソンパ根血、根血ソンパ、根血ソンパですということで、とりあえずどうしようかな。全色揃ってるので、じゃあこっちは単純に強いところを出していきましょうか。こんな感じ。はい、対戦よろしくお願いします。アルハンからタックルしてくる。回避読みは失敗する。入っていく。ほい、タックルしてみー、やられていく。うん、残念ですね。まあ、とりあえず受けますかと思ったけど、思ったより痛いのでレジェロにチェンジしておきましょうか。相手もご飯来るかな。来ない。ちょっと釣ってみる。入れられていく。悲しいな。でこれ特殊からつながりますよね。いや痛いな。もうこれちなみに言い訳なんですけど、今回これ今ね、さっきの試合からね、寝起きでやってるんですよね。全然ね、頭がね、まるで回ってなくてね、もう何喋ってるのか自分でも分かってない状況なんですよね。やばいな、ちょっと冷凍上げのためにね、せっかくソンパ使ってるのに、これだとね、勝てないですね。ほい。相手打ってきてる。じゃあ回避し、
で打撃やって入っていく。じゃあ殴っていきますが、身勝ってくるかな、来ますよね。よし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 。でアルハンには帰っていただき、バニ回復がこれ間に合うかな。タックル打ってきそうだな。いや来ますよね。失敗したな。今タックル分かってたんで、こっちもタックル合わせるべきでしたね。うん、まあそんなにリスキーな動きでもないと思うので、うん、完全にそれをやっとくべきだったな。これとりあえずレジェロ持ってきてほしいな。ほいほいほい、こっちも止めていく。タックル見ながらちょっと下がる。うん、合わせれたけど残念ですね。まあ、ただこう繋がったんで外していく。これはもう完璧でしょう。完璧でしょう、これは。とりあえずチェンジしましょう。で、打っていく。かぶせられる、うまいな。それはうまいな。これはレジェロ落ちかな？ギリ耐えるか。どうだろう。うん、ギリ耐えましたね。じゃあ接近して時止め。相手打ってきてるから、こっちはじゃあ攻めていく。相手でもこれ絶対ご飯には変えれないと思うので、まあ、いいか。仕方ないけど、必殺打っちゃおうか。お、出してきてくれる。じゃあこれは釣って釣れない、釣りたい釣りたい、これ間に合うでしょう。よし間に合った、ラッキー。ということで、じゃあ一番落としたかったところもね、ライジングでしっかり落としていきましょうか。よし、 OK ですね。あとはじゃあ瀕死のアルハンだけなので、うんとうん、なんかそれとなくやりましょう。頭も回ってない。もう適当になってしまってる。はい、ここお。ということで対戦ありがとうございました。あれですね、やっぱりね、ソンパ強いですわ。というのもね、完全にね、今ね、頭おねぼけ状態でね、しかも実況しながらね、最近ね、結構後付け実況でばっかりやってたので、この実況しながらっていうのはちょっと少し久しぶりだったりするんですけど、それでもね、サクサク勝てちゃうというね、やっぱり改めて強すぎるなこのパーティー。ということで、選出全然選んでないな。どうしようかな。とりあえずね、ジレンとか身勝手は来そう。あとはなんか適当にやろうというので、これでいきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。身勝手からちょっととりあえず下がっていきましょう。そういえば今回、通常レートまた戻りましたが、ボーダーがどうなるんでしょうね。って重たい。ここ。なんかめっちゃ重たいけど、重たい。なんか勝手に革チェーン外しになっていく。めちゃくちゃラッキーである。これすごいラッキーだな。うん。まあ、ちょっと重たいですが、まあ、いいや、そのまま続けておこう。で、そう、今回通常レートまた戻りましたけど、なんかね、噂によれば、若干、レートの上がりが早いんじゃないかみたいな。黄金、血統に釣られて、そのままなんか早いんじゃないかみたいなね。なんかそんな噂があるんでね、もしレートやられている方で、まだ、僕と同じくね、全然ちょっと上げてないよって方は、ちょっとね、注意された方がいいかもしれないですね。場合によっては、あれか、7750とかだったのかな？前回最後の方が。なので、例えば7800まではとりあえず意識してあげとくとか、ちょっとね、されといた方がいいかななんて思ったりしてます。ということで、なんかね、ちょっとラグくてめっちゃやられてますが、とりあえずね、レジェロを切りしましょうか。いや、これ本当なんか最近、やたら通信系でなんかは、そう、何言ってんだろう。なんか言いたいことがね、あるのにね、頭が回ってなくて言えないっていう。そう、通信系で、なんか、うん、悪い人がね、多くないかな、なんてね、思いながらプレイしてるんですよね。いや、お前の環境ちゃうか、みたいなね、ちょっと言われたらね、悲しいんですけどね。全然、10戦に1回ぐらいこういうね、ひどい試合が来たりするんですよね。なんか、そんなね、悪いわけではないと思うんですよね。ということで、なんか、いつの間にか対戦ありがとうございました。はい、当たりました。お相手は、なんだろう、レジェロご飯ブロリーみたいなパーティーですね。ということでやっていきたいと思います。これの前にね、一回ね、ちょっとボットさん出現してね、余計眠たくなったんで、どうしようかな。ちょっと眠気覚ましできるような選出がしたいな。レジェロがね、いるとね、ちょっとなんかプレイが適当になるなと思ったんで、レジェロはね、ちょっとやめていきましょう。ということで、こう、こんな感じでいきましょうか。
はい、対戦よろしくお願いします。今ね軽くあくびしてた瞬間に試合始まっちゃってね、うわー対戦みたいになっちゃったんですけどね、ちょっとそこ気にせずねやっていきましょう。相手でトランクス来た、これももうブッパブッパしまくりますか。でここら辺でちょっと一応変えとこ、ほい、かぶせてこない。今一瞬必殺かぶせられるかなと思ってちょっと警戒したんですけど大丈夫でしたね。ということでとりあえず必殺前つなげて終わりと、ドン。うん、やっぱスーパー海洋圏ってキャラね普通に強いんですよね。チェンジ最速取れてた、すごく残念だ今のは。ここ残念。うーん、まあ仕方ないんでじゃあ殴られていきましょうか。なんかやっぱりねちょっとね軽く眠気出てる感じするんですよね。 なんでかって今のとこ普通にねチェンジしとくべきだったなと思うし、うん、まあこれはね普段もやるかな今のプレイは普段もやるかな。あ、やばいやばい、これはちょっとね話しすぎたな。ほっほって聞こえた。ということで攻めていこう。スーパー海洋圏でじゃあ気絶チャレンジしながら攻めていきますか。これ泥速上がったんでもう1枚引けるかな。うん、引けるな。よし、ということでねようやくねちょっとあの頭が回復してきたんで、そのままねちょっと集中してやっていきましょうか。はぁ、早速気絶引いてくんないかな。あ、聞いてくれるひどいな。ここら辺とりあえずじゃあドンまで、ほい、最速。最速は失敗だな。最速は普通にライジングしとけばよかったな。もう一枚引けないかな。うん、引けない。ほい、これ回避してバカ野郎しようか。うん、ちゃんと見ている。よし、入ってく。相手さっきからねバカ野郎対面してる時になんかね微妙にねあの近づいてきてるなーっていうのが見えてたのでやってみましたが、ちょっとね綺麗に入ってきましたね。じゃあタックル警戒しながら下がりましょう。ほい、おお、そうしていく。ほい、ほいほいほい、いいねいいね。バニを回復しながらバカ野郎ゲーをしていく。はいはい、いいね。これご飯チェンジから時止め、よし。ということでご飯でご飯を落としましょう。強い、やっぱソンパ強いな。うん、なんかねあのちゃんと使えばねちょっと PS のトレーニングになるなーってちょっと改めて感じたりもするし、あれなんか知らないけどタックル入った。今のタックルはちょっとね、無意識的に勝手に指が多分触れさせられてなってました。ほい、とりあえずも適当に回避させてライジング。ほい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 、選ぶのは適当圧ということでね、やっぱねソンパね、うん、強いな。うん、適当に使っても強いけどこれ PS 次第でねいくらでもさらにね伸びてくみたいなね、そういったところがね非常にね反則的なパーティーだなって感じたりします。あー、はい、お疲れ様です。いかがでしたでしょうか。うん、超グダグダだったと思うんですけどもね、そんなねグダグダな中ね実況をつけながらでもねうん、ガツガツね勝てていっちゃうっていうね、そんなやっぱりねパーティーが今のねこの環境トップソンパでありますよというのことが伝わればいいかなと思いました。うん、加えてね、なんか意外とうん、やっぱり前職出せるとね、ちょっとなんか戦術負けだな、うわ、なんかやだな、みたいなね、このパーティー当たっちゃったな、うわ、もう負けたな、みたいな、そういうのがなくてね、ちょっとね、ストレスになりづらいかな、っていうのは、ちょっとふんわりね、感じながらプレイしていました。ということでね、改めてね、その PS をね、トレーニングし、うん、PS をね、上げながら、うんとね、レートン上位とか目指したいみたいな人にもね、結構ね、最適なパーティーかなと思うので、ぜひぜひね、改めてソンパ、使われてはいかがでしょうかということで、今回これで終わりたいと思います。よければ、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひよろしくお願いします。それではまた、次回の動画で、バイバイ。